はい、こんばんは。今回はクノールサイドキックス、ライス&バルミセリカントリーマッシュンを作りたいと思います。これはこの写真に載ってるやつで、なんだろう、こうメインディッシュの付け合わせみたいな感じですね。で、ライスベルミセリ、ライスはご飯で、ベルミセリっていうのは短いパスタのことです。だからこれをいわゆるご飯と短いパスタが混ざった付け合わせということになりますね。で、原材料が、はい、なんか体に良くないものがいろいろ入ってますよね。いわゆるこれは、なんだろう、リゾットみたいな感じなんですけど、こうメインディッシュのお肉とか野菜の横に、お肉と一緒に食べる用の、なんだろう、ピラフ、リゾットみたいな感じですね。ちょっとクリーミーな感じです。たまにこれを食べますね、私は。そんなにめちゃくちゃ美味しいものじゃないんですけど、まあだいぶ前に買ったやつが残ってたので作ってみたいと思います。で、作り方は、中くらいのお鍋に1カップと1/4カップのお湯を沸かして、このパッケージの中身を全部入れるっていう感じですね。では、お湯を沸かしていきます。中身はこんな感じです。もう、なんだろう、味がついてる粉みたいなのも全部混ざってますね。で、見た目はいわゆるお米と短いパスタですね。で、マッシュルーム自体は見えないんですけど、マッシュルームパウダーが入ってるというか、味はもうついてるものです。で、お湯を沸かして、この中のパッケージごと全部入れて、で、火加減を弱火にして、蓋をせずに7分間。混ぜながら、ご飯がふっくらするまで炊いて、で、ご飯が炊き上がったら、1テーブルスプーンマーガリンを入れて、2分間放置ですね。で、もう、これは、なんだろう、野菜とか、足さなくても味がついてる感じなので、今回はこれにチーズをドバドバ入れていきたいと思います。これにチーズを入れるとさらにクリーミーになるので美味しいと思いますね。で、チーズがこちらです。デイヤデリフリー、いわゆる乳製品が一切入ってないモッツァレラフレーバーのチーズです。これをご飯が炊き上がったらドバドバ入れていきたいと思います。ちなみにこのモッツァレラチーズもどきの原材料は、お水、タピオカ、
ケノラオイル、サフラワーオイル、ココナッツオイル、チーズフレーバー、もう本当にチーズ的な乳製品一切入ってないですね。このチーズ結構美味しいですよ。ピザとかにパラパラかけたり、あとはナチョスチップ、ナチョスのを作るときにチップスにバッてかけてサルサソースと一緒に食べたり、これを普通にトースターにかけて焼いてチーズトーストにしたり、味は本当にチーズで美味しいです。で、お湯がそろそろ沸いてきたので、サイドキックスの中身を全部入れます。ちょっとパセリチックなね、なんか緑のも見えますけど、匂いは、ああ、チーズですね。リゾット、マッシュルームリゾットみたいな匂いで、うん、美味しそうな匂いです。コンソメかな？コンソメっぽい匂いもちょっとしますね。こぼしたんで、ちょっと入れます。私の家はガスじゃなくて IH なんですけど、やっぱりガスの方がね、料理するときとか火力が強くて出来上がりも美味しいんですけど、まあ、IH の方がまあ掃除は楽ですよね。日本のね、家庭はほとんどあれですよね。ガスですよね、やっぱり。見た目がこんな感じで、ホワイトシチューみたいな感じにも見えますけど、で今回はちょっとこれだけだと物足りないので、パセリを後で振りかけて、ツナですね、シーチキンをちょっと入れたいと思います。適当ですよね、本当に。沸いてきたので、そこにひっつかないように混ぜます。ちょっと火力を弱めにします。
よくカナダのレストランでステーキとかロブスターを頼むと付け合わせがいろいろ選べるんですね。カナダマッシュポテトとかこのライスピラフみたいなものとかサラダ、あとはもちろんフライドポテト、ベイクポテト、最近多いのは何だろう、キノアってわかります？キノアのサラダとか、なんだろう、シーザーサラダも多いですし、ヤムですね、さつまいもみたいな感じの甘いじゃがいも、ヤムフライズ、ヤムでできたあのフライドポテトとか、あとはいわゆるカナダで有名なプチーンですね。プチーンっていうのはフライドポテトにチーズを乗せて、その上にグレービーソースをかけたもので、その熱々のグレービーソースをかけてチーズが溶けたところをフライドポテトと絡めて食べるっていうのがプチーンっていうんですけど、すごい美味しいんで私大好きなんですけど、カロリーがめっちゃやばいです。またプーティンは機会があったらご紹介したいと思います。こんな感じですね。いい感じにご飯と麺がお湯を吸って膨らんでますね。匂いはシーチキンピラフみたいな感じかな、炊き込みピラフみたいな感じですね。リゾットとピラフの間みたいな、こんな感じです。柔らかめとかいろんな好みがあると思うんですけど、もう私は普通にあんまり硬いのも嫌だし、柔らかすぎるのはちょっとベチベチしてまずくなるので、あともう1分2分ぐらいですかね。サイドキックスはいろんな味があるんですけど、スーパーで、どこのスーパーでも大体買えるんですけど、1袋大体200円ぐらい、2ドル、1ドル、2ドル、セールだともうちょっと安くなりますね。結構小腹が減った時にこれを作って、グリーンピースとかコーンとか、缶詰のコーンとか入れたり、まあ好きなお肉入れたり、魚入れたり、結構美味しいですよ。私は食べますね、小腹が減った時とかに。これ日本って普通お肉とかステーキとかを作ると付け合わせは普通に白いご飯じゃないですか。でもそのカナダやアメリカはその付け合わせにも濃い味がついてるので、濃い味濃い味で結構くどいんですよね。だから、なんだろう、もうレストランとかでステーキを頼んでも、それにさらに濃い味のポテトとかサラダとかがついてくるので、白いご飯をすごい頼みたくないんですけど、ないのでね、それがちょっと難点ですよね。普通の白いご飯が頼めないので。もうできてきましたね。ではこれに、マーガリンを入れたいと思います。ビーガン
なのでこれは乳製品が入ってないマーガリンになります。ちょっと汚いですけどパンがついてる、マーガリンが1テーブルスプーンですね。これぐらいですかね。入れます。火はもう止めます。これちなみにヴィーガンのマーガリンなんですけど、原材料がキャノーラオイルですね。キャノーラオイルとか、あとはひまわりの種、サンフラワーオイル使われてます。いい感じにマーガリンが溶けてますね。で、それでこれにチーズを入れたいと思います。チーズですね。中身がこんな感じです。見えるかな、こんな感じです。チーズを入れたいと思います。もう火は止めたので、このまま余熱でこのチーズを溶かしたいと思います。本当リゾットみたいになりましたよね。ではお皿に入れたいと思います。もうチーズ溶けてますね。これでだいたいでっかいお肉の横の付け合わせなんで、多分2人前ぐらいだと思うんです。2人前か3人前かな。では緑が足りないのでパセリを上に散らしたいと思います。ですね。やっぱり乾燥パセリよりもフレッシュの、ね、家で育てたりお店で買ったパセリを乗せる方が美味しいですね。口当たりが良くなって。はい、では食べてみます。こんな感じですね。ちょっと見た目汚いですけど、いただきます。食感がすごいリゾットみたいな感じで、ちょっと固めのご飯で美味しいんですけど、この短いパスタ、ベンセリですね。これがいらないですね。なくても美味しいと思います。
シーチキン入れたんですけど、入れた方が美味しいですね、やっぱり。もう一口いただきます。うん、パセリがあった方が美味しい。はい、お肉なくてもこのままで全然美味しいですね。美味しくいただけます。はい、では今日はクノールサイドキックスのカントリーマッシュルームのご紹介でした。ではまた。